諦めないというか、やっぱ結局リングの上に立ってしまったら自分一人になってしまうので、そこで自分に負けたら終わってしまう。相手も、まあ、殺しに来るんで私も殺しに行く気持ちでっていう感じですかね、はい。お父さんに言って柔道の道場を見に行ったんです。面白そうだなって思ったんですよ、投げてるところが。なんで始めたって感じですかね。高校卒業して、1年、実業団やって結果が思うように出なかったので、なんか別のことをしたいなって思った時に、サンボをやってたジムでキックボクシングを教え始めたので、やってみたら面白くてハマってしまって、でそこからなんかやってるうちに、まあ、なんかプロになってみてもいいんじゃないっていう話になって、そこからまあやってったっていう感じですかね。ちょっとジムも変わったりいろいろした関係で心機一転変えようっていうことでリングネームちゃんと考えて、まあ、あとインパクトも欲しかったっていうのもあって、キングレイナっていう名前をつけて出たって感じですかね。女の人がキングって言われてることってないし、こう聞いた時にイメージでキングってなんか強そうだなとか、かっこいいとか一番とか強いっていうイメージも込めて、まあなんかそういう名前にしたって感じですかね。前のジムの会員さんが、どうせそのニックネームにするんだったらマントつけて王冠かぶってみたらなんかいいんじゃないって、インパクトあるんじゃないっていう話になって、あ、なんかそれ面白いなって。インタビューの時にめちゃめちゃなんかこう怖い感じでインタビューを受け答えしてしまったので、映像作る人もうまいのでヒールキャラみたいになっちゃったんですけど、別にそういう風にそこまでしようとは思ったわけではないかなって感じです。はい、もともと私ディズニーのキャラクターでダッフィーとかが好きで、クマの人形が好きだったんですね、テディベアとか。そういうのを持ったりなんかして、もうなんかプラスなんか面白いのかな、なんかちょっと和らげたいなって思ったんですね。で、まあ、クマの人形と、まあ、チュッパチャップスの大きいのを見つけたので、それを持って入ってみたっていう。したらなんかみんなインパクトあったみたいで、いい反応だったからやってよかったなって思って、人と違うことをしたいって思って、まあ、やってるので、試合もそうですけど、テレビ見ててもなんか癖のある人の方が面白いじゃないですか。だから私もなんかみんなと一緒嫌だし、覚えてもらいたいし有名になりたいしっていう一心でやってるので、みんなよりも目立って強くいたいって思ってる。いや、大物感があったね。大物って体も大きいけど、とふてくてしいやつでできなかったなって思いましたね。実際は前のジムにいた時に、まあ、そこの推薦で、まあ、オープニングファイトみたいな感じで、まあ、使ってくれないっていう話で、それでオープニングファイトで出ることになって写真が送られてきたんですよ。アイドルみたいな服着た女の子がえらい美人なんですよ。え、そんなんいいのっていう話になって、そういうのもいいの面白いよねっていう話で試合をやろうとしたら、計量オーバーをして、確か3キロぐらいしたのかな、4キロかな。まあ一応まあセミプロっていうこともあって、うちで言うノールールっていうんですけど、勝ってもカウントしないっていうルールで、特別ルールでやったんですけど、結局勝っちゃったんですよ。でまあそれに関してはノーコンテストになって、僕が覚えてる会場でそれでもうろちょろしてて、まあ自分がやらかしたことをあまり分かっていずに、元気に歩いてるような姿を見て、反省の色もなさそうな感じでいうのが第一の印象ですね。で、あと写真と違うのかなっていうのがまず一つは思いましたね。実際なかなか言えないんですけど、スポンサーさんのカードを使い込んだりとかね、いろんなことあるんです実際には。本当にあの飛行機に乗り遅れたりとかね、
僕が今ここまでで見てていい意味で言うと、もうすごく自分の自己主張が強い。他を蹴落としても自分が上がろうっていう気持ちを持ってると思いますよ。それは実はやっぱり大切な部分で、世間にもうちょっとこの荒さをもっとオープンにした方が僕はもっと成功するんじゃないかと思いますね。ここのジムに通い出し始めた時で、減量って自分で分からないというか、もう何食べて何どういう風にして減量していったらいいかっていうのをあまり考えてなかったというか、まあ、栄養学もそうですけど、こうやって生活してたら体重が落ちていくとかっていうのはあまり考えてなくて、もう食べなきゃいいやっていう考えがすごいあって、水分あんまり取らなかったり食べ物あんまり食べなかったりして痩せて、まあ、違うジムに通い始めて、そうじゃダメなんだよって言われ、それをじゃ あ改善しなきゃいけないんだと思って、パッと急に変えたら、まあ、体は順応しないので、まあ、体重が落ちなくなってしまったっていうのが、もっと早くそれに気づいてればよかったなって思いましたね。まあ、今はいろいろちょっと管理をしてもらいながら、でなんかわからないことは聞いたりしながら、注意しながら指摘しながら、毎日体重測ってやり取りしてっていうのをやってもらって、なんかやっぱ一人じゃできないし、格闘技って難しいなって思ってます。いつも通り普通にやっていいよっていう感じです。軽い感じっていうか、まあそれも私のスタイルの一つなので、堅苦しくやらなくていいというか、まあ、自分のスタイルでいつもの練習通りにやっていいよっていう感じです。今のタイミングでカーフキックっていうのを蹴ったら相手こけたんですけど、今ジムの中でもすごいそれを取り入れてて、ワンに出てる平田いつきっていう一緒にやってる子もいるんですけど、その子とかも結構試合で使ってるんですけど、すごい痛いんですよ。軽く蹴るだけでもそこって鍛えられない場所なので、かなり相手に効く攻撃なのかなと思います。ふくらはぎとかすねの横に向けて蹴る、多分蹴ったりしてくるのが嫌だったから組んできたんですよね。そのタイミングで私投げたっていう感じで、今回あんまりこう寝技で決めるつもりもなかったので、好きなようにやっていいよって言われたんで、やりたかったことを全部やろうと思ってたので、私も試してみたかったことがあって、パウンドなんですけど、ちゃんと練習したのはこの K クラに来てからなんですね。パウンドだけの練習って基本的にあまりなくて、必ず練習の時に2分から3分2ラウンドぐらいパウンドの練習させられるんですね。今までそんなパウンドって重視したことなかったんですけど、試合してみてずっと打てるし、こう強く打つ、当たる瞬間にグッと力を入れたりとか、で私もこの時いつ止めるかなって思いながら殴ってたんで、はい、やっと止めてくれたなと思って。
コーナーキングレーダー選手の勝利でございます。まあ、5月6日試合が決まったということで、相手も決まっています。長弁慶っていう選手になっていて、 MMA じゃないので、今回はキックルールなので、思う存分自分のやりたいことガンガンやって、もちろん KO したいとも思ってますし、ドロー試合じゃ絶対嫌なので、キングレーナはキングらしい試合をしたいと思ってるので、 KO の人たちとか、まあ、いろんな選手を応援してるファンの人とか見てもらえたら面白いのかなと思います。私結構見てる人側の気持ちになって試合をしてるというか、会場が盛り上がった方が自分もすっきりするし、すごいずっと親に言われてたことがあって、お前が負けたら疲れるんだよって、お前が勝ったらどんなに疲れてても嬉しいから疲れないんだって言われたんですね。応援してくれてる人もやっぱ応援したいと思ってるから応援してくれてるわけであって、やっぱ負けたらやっぱ悲しい気持ちになるし、必死に応援してくれたからやっぱ疲れる、まあ確かにそうだなと思って、勝った時の爽快感というか、やったっていうあの感覚はいつどんな試合でもどんな相手でもどんなものよりもなんか変えられないものだと思ってるんです。まあ自分がどこまで果たしてやれるのかわからないですけど、まあ今 UFC も USC でまあ強い選手もたくさんいますけど、他の団体もめちゃめちゃ強い選手増えてきてるので、その都度その都度でトップのベルト取れたらいいなって思ってます。まあ、もちろん今日本でもベルト取れたらいいんですけど、なんかタイトルマッチできるような選手がいないんですよね、はっきり言って日本には。だからしょうがないから日本飛び越して世界でベルト取れるように頑張ろうって思ってます。